はい、どうもこんにちは、沈黙の羊です。風邪気味ですということで、ブラックシープの引退レース、スーパー WBC のサマー進めていきたいと思います。引退レースと言っておりますが、実際にはこの後に、ちょこちょこと走らせていますので、動画にアップする最後のレースという意味での、引退レースということになります。それでは気になるオッズなんですけれども、どんな風になっておりますでしょうか。どうぞ。はい、あらららら、フルベッドの回でしたね。嬉しそうに、フルベッドをしているんですけれども、おそらくは一番人気ですね。一番人気の 3.8 倍、まあ運が良ければ勝てますけど、まあまあこの馬はもう、WBC 専門なので、まあ勝つことはないんじゃないんでしょうか。そろそろ画面が切り替わってくれると思うんですけど、切り替わりましたね。3.8 倍の、一番人気とはいうものの、2番人気、3番人気、4番人気、三大思想、まあ5倍切ってるレベルなんで、まあこの馬の素質っていうのはもう枯れ果てているなという感じですね。まあそれでも本当にこの馬よく走ってくれました。 WBC だけで言えば、十何戦して、連帯率8割ぐらいはキープしてるんじゃないんでしょうかね。まあ本当によく頑張ってくれた馬だったんじゃないのかなと思います。 SWBC さえもっと勝ってくれていればなと思うんですけれども、まあまあこれがスタホなんで仕方がないのかなと思います。それでは引退レース、スーパー WBC サマースタートです。起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップサマー。まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは万能王が行く構え、外から一気にオルコックアラビアンが上がっていきました。ちょっと離されまして14番ブランケル、ゴドルフィンバルム、ヘロドがその後ろ、それからプリティポリー、そしてその後ろからマッジェム、それからもう一頭9番ザルカバ、そのうちラムタラ、ダーレーアラビアン。ブラックシープはこの辺り外を通りまして7番ベストオーストラリアンシーバードが並んでいっています。そしてしんがりからバイアリータークであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然として12番オルコックアラビアン、それから離されまして14番ブランケル、そしてそのうちに8番万能王、その後ろ3馬身くらいあってヘロド、これと一緒にゴドルフィンバルム、プリティポリー、そしてその後ろからザルカバ、その外13番マッジェム、2番ラムタラ、その外にダーレーアラビアン。さあトンネルを抜けて、あとは直線勝負を残す伸びであります。ブラックシープはまだ後方、ようやく追い込み体勢、先頭オルコックアラビアン、オルコックアラビアンが大きくリード、ブランケル、そしてその後ろから万能王、先頭はオルコックアラビアン、まだ粘っているゴドルフィンバルブが3番手黄色い帽子万能王、6番ブラックシープ万能王、そしてゴドルフィンバルブ、外から懸命にブラックシープ、ブラックシープ先頭に立った、ブラックシープ先頭1着、6番ブラックシープ、スーパーワールドブリーダーズカップ3勝目獲得、賞金は4万前突破。はい、ということで、最後の最後まで天の弱、見事に勝って、なんとか4万枚、冠名、冠名シープの名を汚さずに、済んだと思います。WBC 6冠、そしてスーパーも完全制覇、WBC の連帯率だけで言えば 88% でした。本当に不思議な馬でした。お疲れ様でした。